名カードファイトヴァンガードオーバードレス大倉めぐみ役新藤あまねです。そしてはい瀬戸とまり役遠野ひかるです。今回はですねまだまだヴァンガード初心者の私たちが分かりやすく簡単なカードを使ってヴァンガードで遊んでみたいと思います。やったー、楽しみだね。とっても楽しみですね。そうだね、歩みもありますし、盛り上げていけるように魅力をお伝えしていきたいと思います。はい、それでは早速ファイトを始めていきましょう。では早速ファイトをしていきましょう。ライドデッキの中からグレードゼロのカードをヴァンガードに裏向きでセットします。はい、次にはですねじゃんけんで成功と後攻を決めていきたいと思います。勝った方が先行でございます。最初はグーじゃんけんポイ、アマネスの勝ち、ですので私が先行となります。はい、それじゃあ山札の上から5枚引いて手札にします。そしたら引いたカードを好きな枚数引き直すことができます。じゃあ3枚いっちゃおうかな。私はトリガーカードを2枚したいと思います。交換するカードを決めたらそのカードを山札の下に置きます。山札の上から、同じ枚数を引いてください。引き直したら山札をシャッフルします。ということでこれでファイトの準備が完了いたしました。それでは始めていきたいと思います。せーの、スタンドアップヴァンガード。私先行からスタートいたします。ターンの最初はですねスタンド&ドローということでライドフェーズがありまして、手札の1枚捨てます。でそしてライドデッキのこちら樹角獣カリスにライドします。このターンはですね、できることがないので、こちらで終了となります。はい、では私のターンです。スタンド&ドロー、はい、じゃあ私も手札を1枚捨てまして、ライドフェイズ、はい、ライドデッキの極光戦記キルノブルーにライド。おイエーイ。さらにですね、はい、極光戦記ルビーレッドのスキルでライドされた時高校なので1枚ドローすることができます。おドロー、メインフェイズに入ります。ここではリアガードをコールしたりスキルを使ったりすることができます。はい、早速、極光戦記キルノブルーをリアガードサークルにコール、バトルフェーズに入ります。まずはヴァンガードの極光戦記キルナブルーで相手のヴァンガードにアタック。うわー、ここはですねガードができるのですが、ノーガードでいきたいと思います。お、それじゃあドライブチェックに行きます。はい、ドライブチェックゲット、クリティカルトリガー。わー、じゃあパワーを1万リアガードのキルナブルー、そしてクリティカルをこっちのヴァンガードのキルナブルへ。はい、ということでクリティカルが上がったので2ダメージになりました。おお、じゃあダメージチェックします。うん、1枚目、あーダメだ、2枚目、あーダメだ、あじゃあかわいいね。さらにですねリアガードの極光戦記キルナブルでヴァンガードにアタック、パワーは1万8000です。ここはですね、手札の樹角獣ジャッカローブでガードします。そしてパワーが2万3000になってガード成功です。私のターンは終了です。それでは私のターンいきたいと思います。スタンド&ドロー、ここで1枚吸ってってライドデッキのじゃじゃん樹角獣ラティスにライドします。おここからは攻めていきます。リアガードをコールしますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、すごい、めっちゃよいしょ、めっちゃ来た、もう全部出しました。それではバトルフェーズに行きたいと思います。ヴァンガードの樹角獣ラティスで相手のヴァンガードにアタック。お、ここはノーガードでドライブチェック。お、出ました、ドロートリガーです。あー、また1枚ドロー。それではですねパワーはリアガードの樹角獣ルーガにパワープラス1枚しちゃいます。はい、1ダメージかな。はい、ダメージチェック、じゃん。おお、次にですね後列のガリスで、前列のラティスにブーストして、パワー1万8000のラティスで、バンガードにアタックします。おお、来たな。ここは極光戦記ルールスイエローちゃんでガード。おお、さらにですねガリスでブーストして、ドゥーガでバンガードにアタックでパワーは2万8000です。ここはノーガードでダメージチェックいきます。はい、ターン終了です。はい、では私のターン入れます。スタンド、ドロー、ドロー、で
手札を1枚捨てまして、ライドデッキから虚構戦記リザートピンクにライド。おー、てってれー。前列の虚構戦記キルナブルーちゃんを後ろに移動させまして、リザートピンクちゃんをホール。うん、トゥルーン。これでバトルフェーズに入りたいと思います。ヴァンガードの極光戦機リザットピンクで相手のヴァンガードにアタック。パワーは1万です。ここはノーガードでドライブチェック。で、あー、ヒールトリガー。オーマイガッチ。ダメージゾーンのここを1人小僧に置きまして、パワーはリアガードのリザットピンクちゃんにプラス1万。ダメージチェック、よいしょ。お、クリティカルトリガーでーす。パワーもクリティカルもバンガードでーす、うん。じゃあブルーちゃんでブーストしまして、リアガードのピンクちゃんでバンガードにアタックします。パワーは2万8000。ここは手札のプラッターでガードします。でもですね、足りないんですね。ラティスでインターセプトします。これでパワーが3万になって、うん、ガード成功です。なんとかっこいいことしてきた。これで私のターンは終了。私のターンです。スタンド&ドロー。手札のですね、サイラスを捨てて、ライドデッキの呪覚獣王マグノリアにライド。なーん、こちら相棒ですね。モフモフでもこいつの中で寝たいな。絶対気持ちいいですよ。それじゃあですね、マリアを放りします。おい。で、バトルフェーズに行きたいと思います。まずはヴァンガードの呪覚獣王マグノリアで相手のヴァンガードにアタック。パワーは1万3000です。横席トルシュグリーンちゃんでカード。お、はい、パワーは2万5000ですね。はい、じゃあグレートさんからですね、ドライブチェックは2枚ツインドライブになります。うん、ファーストチェック、バン、トリガーなし。もう1枚あるから、もう1枚あります。うん、セカンドチェック、グレートフロントトリガーでーす。出たー。前にいる全てに1万って強いよね。でもギリギリガードは成功しました。ここでですね、ストマリアにブーストしてヴァンガードにアタックします。はい、フロントトリガーでパワーが上がっているためパワー2万8000です。ここはローガードでお、ダメージチェック。はい、ぴょん。さらにですね、カリスでブーストしてデカプリュードゥーガーでヴァンガードにアタックします。こっちも2万8000です。うん、ここもノーガードでお、ダメージチェック。ほい。はい、それではターン終了です。はい、では私のターン。スタンドアンドドロー。ここでまた1枚してまして、うん、てるん、極光戦記セラスホワイトにライド。おー、素敵。これはソマリの相棒、かっこいいんですよ。お、美しいよ。さらにですね、はい、リアガードにセキュリティパトローラーちゃん、ホール。お、ちゃんって言うみたいじゃないんだけど、かっこいいの。これでバトルフェーズに入ります。はい、ヴァンガードのセラスホワイトでのヴァンガードにアタック。パワーは1万3000です。お、ここはバーリンでガードします。どう、パワー2万8000です。ひ、しかしツインドライブだ、こちらも。おー、行くぞ。行くぞ。1枚目、えん、おーい。2枚目、はい、あー、はいはい、よかったです。ガード成功です。だ、ありがとうよ。いや、次行きましょう。では、こちらのセキュリティパタローナ、パワーは1万なのでヴァンガードにはパワーが届かない。なんでリアガードのストマリアにね、アタックしようかな。うわ、ドン。はい、じゃあここはノーガードで、お、ストマリア大逆。お、さらにさらに、おえ、ででブルーでブースト。お、これピンクちゃんで、はい、アタック。ヴァンガードにパワーは1万8000ですね。じゃあこれはノーガードで、お、ダメージチェック、ドン。ドイガーなし。おわー。よかった、これでターン終了です。はい、それじゃあ私のターンです。スタンドアンドドロー。皆さんお待ちかねのライドフェーズです。手札からですね、呪覚獣王マグノリアにペルソナライド。出たー、持ってたのか。そうなんです、持っていたんです。オーバードレスはですね、うん、はい、ペルソナライドはもう大切なものなので、なんだね、ぜひぜひ皆さん楽しみに。そしてですね、まずはカードを1枚ドロー、うん、そしてこのターン中前列にいるユニットのパワーをプラス1万。これがペルソナライドの力。じゃあ、呪覚獣ラティスをコールします。うい。はい、さらにですね、ヴァンガードの後ろにサイラスを
コールしてバトルフェーズに行きたいと思います。全部埋まった。また手札ないです。サイラスでブーストしてマグノリアで相手のヴァンガードにアタックします。ペルソナライドってパワーも上がっているのでパワーは3万1000です。高いの。高いんです。ノーガードで。お、ノーガードでいきますか。それじゃあツインドライバー行きたいと思います。ファーストチェック、ででん、お、ドロトリガーです。やったねー。1枚引いて、うん、カバーを1万はラティスにあげちゃいます。うわ、セカンドチェック、うん、でん、クリティカルトリガーでーす。クリティカルは、うん、マグナリアにあげちゃう。パワー1万はドゥーガーにあげて2ダメージです。オッケー、ダメージチェック。1枚目、はいはいはい、2枚目。カリスでブーストしてラティスでヴァンガードにアタックです。こちらパワーは3万8000です。もうあたがないのでガードしますよ。お、グリーンちゃんとローズちゃんでガードします。さらにですね、樹覚獣カリスでまたまたブーストしてドゥーガーでヴァンガードにまたまたアタックします。こちらもパワー3万8000です。やばいけど総動員で頑張ろう。総動員でローちゃんブルーイちゃん、うん、もっと飲みここじゃん。おお、みんな出した。さらにインターセプトだ。これね、ガード成功。おお、そうきましたか。じゃあ6点目入れきれなかったので、うん、ターン終了です。あー、危なかった。手札がなくなっちゃったよ。でも私もペルソナライドしたいんです。お、セラソンアイト引きたい。お、行くぞ。スタンドの、ドロー。顔が、顔が、え、オレンジちゃんもここに置きます。あ、違かった。はい、ケナガス残念、これなりたいと思います。はい、オレンジちゃんでブーストして、はい、ランスホワイトでアンガードにアタック。パワーは1万8000。ザッカロープで、アポラッターでガードします。パワーは3万3000です。ここでですね、2枚トリガーが出なければガード成功です。きっと出る、大丈夫、大丈夫だよ。いくぞ、ツインドライブだからね。いきますよ。1枚目、はい、今じゃない。2枚目、いきます。はいはい、きたー。これこれよ、これこれ、この子はオーバートリガーゲット。わー、すごい。このオーバートリガーの効果で、はい、ドライブでめくったこの子、オルバリアさんを一旦除外しまして、はい、1枚ドローします。そしてヴァンガードの鉱石セラソホワイトにパワープラス1億と、うわ、1億、うん、さらに追加効果でリアガードのリサートピンクにもパワープラス1億。いやー、桁が違う。ヴァンガードのパワーが1億1万8000になったのでガード貫通。ダメージ 1! うわー、これはダメージチェックです。ゲット、ヒールトリガーです。やったねー。だけどですね、私の方がダメージが少ないので、確かにヒールができないです。あ、なんと、なんとパワープラス1万はですね、バンガードにあげます。ウィーの行くよ。はい、ブルーちゃんでブースト、ダウン、ピンクちゃんでバンガードにアタック。パワーは1億1万8000。うわー、もう本当に桁が違うぞ。これはですね、ノーガードです。お、いきます。ダメージチェック、えい、マグノリア、トリガーなしなので、いやー、やったー、私の勝ち、負けました。でもなんか最後マグノリア来たのは感動だな。ねえ。いやー、楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しかったです。ね、まさかの逆転劇だった。いや、そうですね。いや、もうあのカードがやっぱキーになるんですね。そうね。でも2人ともすごくいい引きだったから、めっちゃいい試合だったよ。よかった。またやろう。またやりましょう。今回はね、わかりやすく簡単なカードでファイトしたんですけれども、はい、他にもね、いろんなカード、魅力的なカードたくさんありますので、私たちのね、キャラクターのデッキも発売されますし、はい、ぜひぜひスタートデッキ買って、バンガード遊んでみてください。お願いします。そしてですね、もっとルールを知りたい人は、公式ポータルサイトのルールコーナーをご覧ください。さらに、YouTube バンガードチャンネルでは、バンガードの動画がいっぱい上がっておりますので、皆さん、ぜひぜひチェックしてくださいね。はい、皆さん、バンガード楽しんでください。それでは、
バイバーイ。